にちは、ノムです。では735日目ネクロール連続10回挑戦、今日もやっていきたいと思います。では、早速ですね、まず基本ということで肩の先端からボールを上げる。で、あとは体の正面でボールを上げる、真ん中でボールを上げる。で、あとはボールをよく見る、最後までっていうところですね。これを意識してやっていきたいと思います。自分は特に才能もないので、やっぱりね、もうやるしかないし、他人からこう言われたことをやっぱり素直に受け入れてね。でもやっぱりどうでもいい人にはやっぱり言わないですからね。こういう言っていただけるっていうことで、もうどうでもいい人にはね、それは理不尽なことに対してはやっぱりちょっとね問題だと思うんですけども、やっぱりね、自分のためを思ってというか、どうでもいい人にね、理にかなった言ってることが正しいことを言われるというのは、やっぱり自分の成長のためになるのかなと思うので、本当に感謝して、言ってくれた方には感謝して、それで、じゃあ頑張ろうと、やってやるぞということで、ね、もっと上手くなってやるってことで、成長マインドでちょっとね、やっていきたいなと思っております。じゃあ、ちょっとですね、やっていきたいと思います。よし、じゃあ行きましょう。今から5分間ですね、ネクロールやっていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。よし、じゃあ行きます。
ましたね。5回よし、いいよいいよ、いい感じです。あれちょっと、やればできる。まだ10回は言ってませんけど、やればできるかなと思います。でも今日5回ですね、1個でもできて楽しいですね、続くと。いや、まあ、まだまだ目標の半分ですけど、なんかこう楽しい。やっぱあとはやっぱり楽しむ人生を、やっぱり、まあ、どんな状況だってもね、どんな苦境だってもやっぱりその状態を楽しむ、 それぐらいじゃないと、なんかね、なんか人生もったいないかなと思います。はい、というところで、じゃあ今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。また、まあ、まだ諦めないで輝いますね。まあ、諦めないでちょっとねやっていきたいと思います。蚊がすごい。まあ、では、うん、まあ、どういう状況であってもやっぱ楽しむ、うん、まあ、うまくいかないことがあってもその状態を楽しむ。なんか言ってるか分かりませんけど、まあ、自分にも言い聞かせながら今喋ってますけど、そうですね、まあ、いつかできると思って、やればできると思ってやっていきたいと思います。お互いに、まあ、やればできるということで、一日、まあ、悔いのないような良い日にしていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。